皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、自分は変えられるが他人は変えられないということについてお伝えしていきたいと思います。よくいろいろなご相談を受ける中にですね、夫婦関係っていうところの話も入ってきたりとかですね、あとは実際に来る生徒さんとの兼ね合いでですね、お話をいただくことが多いんですけれども、今回のテーマはどういうことなのかっていうと、例えばその方の言動が気に入らないとか、態度が気に入らないとか、なんで私がこんなにイライラするようなことを言うんだろうこの人はとか、そういう観点からお話をいただくケースが多いんですよね。それが旦那さんだと、例えばなんでお前はねいつもそうなんだみたいな話を言われるときに、自分も頑張ってるのにイライラするとかね、そういう例でもらったりとか、生徒さんとかも、私だったらそんなことは考えないのに、なんでこの人はこういうふうなことを言って、私とか私のところにいるね他の生徒さんとかに嫌な気分を伝えてしまう性格なんだろうとかね、そういうことに悲しんだり怒ったりストレスを持ったりとかっていうことがあるときに、この間こういう人がいたんですけどっていう話をいただくケースがあるんですよね。でその時に何を考えなくてはいけないのかっていうと、まず人を例えば注意したりとかですね、改善案を言うのは構わないんですけれども、基本的にそこにあまり期待をしない方がいいっていうことなんですね。他人って変えられないんですよ。その人のやっぱり自我とか、持って生まれた背景、人生背景とかねあるんで、でじゃあどういうふうに考えたらいいのって言ったら、自分が変わった方が楽なんですよね。自分が変わるっていうことはどういうことなのかっていうと、いろいろな選択肢があるんですけれどもね、例えばそういう方との付き合いを避けるようにするとかですね、引くとか、夫婦間の間においては結構ね深刻な話になるかもしれないですね。それがために離婚なのかっていう話とかもありますけれどもね、結婚っていうのは人生修行だっていうことを言う方もいらっしゃるぐらいですから、そういうことを言われた時にこう怒らない、反応しない自分を作るっていう人生修行なのかもしれないんですけれどもね、要は自分の対応を自分で変えるのは楽なんですよ。この人はこういう人なんだと割り切って距離を置くとか、そうですね、夫婦関係の方だと、伝え方を上手になる訓練っていうのはあるかもしれないですね。だってあなただってとか言い返すと、やっぱり怒りのベクトルでお互いに傷つけ合うことになるので、全ての人に聞くかどうかは別としてですね、そういうふうに言われると私は悲しいなとかっていうことで情に訴えかけるとかですね、そういうやり方とかもあるんですけれども、あとはもうそういう人なんだって諦めて聞き流すか、本当に距離を取りたかったら家庭内別居とかだってね、もしかしたらあるかもしれないですけど、根本的な解決にはならないので、人間的に成長したいというふうに思うのであれば、上手に受け流す術を身につけるっていうことですね。いくらそこでね改善案を言って、そういうふうに自分が思うようにその人を支配しようとしても、この人間ってそうはいかないんですよね。でそちらの方がはるかに大変です。だったら自分がそういうふうにしないっていう、そこに期待をしないっていう方が多分楽ですね。話し合うことはあってもいいと思いますけど、変わらないものは変わらないので、誰と付き合いたいかどうしたいかはご自身で決めるっていうことになっていきます。ですからイライラしたりとか、なんでこの人はこうなんだろうって考えるのであれば、自分の方が変わった方が早いっていう風に切り分けることによって、だいぶストレスは低くなります。私も前はかなりイライラしたタイプだったんですよ。会社員だった時に上司とかに、なんでこの人はこういうことを言うんだろうとか、自分の胃が痛くなって胃が壊れそうになった時とかもありましたからね。
でもその時分かったのが、今の私ならその時の私に言えるんですけれども、その人の性格は変えられないから自分が変わった方が早いって今は言えます。当時は苦しみましたけどね。なので、今自分がそういう経験をしているので、まあそういった人間関係とか、どうしてこの人はっていうふうに悩んでる方はですね、自分の考え方を変えた方がはるかに簡単にストレスなく、事象を解決できるということをお伝えしたいなと思って、本日の高語録はお伝えしてみました。それでは。